やるじゃねえか。だがそれで全てか。全てでもって挑んでこいよ。手を抜いてるんじゃねえ。できねえか。なら俺ができるようにしてやるぜ。やりゃできるじゃねえか。相棒。このままじゃ一体何が起きてるの。これが天の聖杯同士の激突。それだよ、それ。それこそが親父が俺たちに与えた力だ。
この世界が望んだ力だ。俺もお前もそのためにここにいる。違う、私、そうかよ。ならこの俺が代わりに全てをもらっていく。いたしませんと。ここも危険です。聞いておられますか、兄上。
あの…悲しい音…え？止まないの。ずっと…ずっと昔から…止まないって…あの鐘のこと？アーケディアでも近くに来ているのかな。ねえ、ここって…ここは楽園。遥かな昔、人と神とが共に暮らしていた場所。そして私たちの故郷。え、嘘！ここが？クリスタル、君はブレイド。私の名前はホムラ。え、俺は知ってます。レックスでしょ。どうして俺の名前を。さっき私に触れてくれた時に。さっき、あれ、そういえば俺なんでこんなところに。あなたは死んだ。真に胸を刺し貫かれて。真、胸を。思い出した。俺はあいつに。大変だ、みんなが。このままじゃ紹介のみんなが。ダメだ、俺死んでるんだった。くそ、死んでさえいなきゃあんなやつ。レックス、お願いがあります。私を楽園に連れて行って。楽園って、ここじゃないの。ここは記憶の世界。遠い遠い私たちの記憶の世界。本当の楽園はあなたたちの世界。アルストの中心に立つ世界樹の上にあります。記憶、幻みたいなもんか。でも無理だよ、俺死んじゃったんだろ。君の手助けはできそうもない。私の命を半分あげます。そうすればあなたは生き返る。私の天の聖杯のドライバーとして。天の聖杯のドライバー。それってどうします、レックス。ここはホムラの故郷なんだよね。ええ。本当にある、レックス。あなたの考えていることはわかります。そう、ここに来ればアルストの運命、死にゆく大地の呪縛から解き放たれる。もう未来に怯えなくて済む。なら答えは決まってる。いいよ、行こう楽園へ。俺がホムラを連れて行ってやる。ありがとう、レックス。私の胸に手を。いいの？
ニア、やれ。やれって？そいつらの命の代金はすでに払ってある。俺らが天の聖杯を手に入れたっていう話、知る人間は少ない方が何かと都合がいいからな。できないよ。この人たち関係ないじゃん。おかしなことを言う。お前、自分が何のためにここにいるのか忘れたのか。けどさ。はい、めんどくせえ。もういい、俺がやるわ。何？くっ！後ろからとは卑怯じゃないか。それが大人のすることかよ。ほら。はい。行くよ。はい。いい、俺がやる。悪いな小僧、あいつの力をそうホイホイ使わせるわけにはいかないんだ。俺が相手をしてやるぜ。来いよ、天の聖杯。お前、どけ。やめなよ、メッツ。相手は子供じゃないか。子供だ。冗談はよしな。こいつは特に天の聖杯のドライバーだ。天の聖杯のドライバー、レックスが。ありがとう、ホムラ。どういたしまして。続き、行きます。ああ。早く！ゴリア！メツ、受け取れ！やってよ！お前の相手は俺たちだ！痛いところだが、その瞳のようもっと注意しておくべきだな。何のことだ。教えねえよ。やれやれ、こんな陳腐な物語には過ぎた演出なのですが。へいへい、最終章かにゃ。こんなこけ落とし。ダメ、レックス。何？ブレイドは空間に存在するエーテルエネルギーを武器のクリスタルへと送り込んで力を発生させている。僕たちには
その流れさえも操ることができる。あれはまずいぞ。そう、武器からどんどん力が抜けていく。ダメです、お嬢様に力を送れない。ご主人、調子がおかしいですもん。うわっ、お前ら、なんでホムラを欲しがるんだ。愚問ですね。天の聖杯の力が欲しいからですよ。真の望み、全ての人間を抹殺するためにね。な、本当にシンが言ったの？人間は全て抹殺するって。今更だね。分かっていたはずだ、君には人間の本当の姿が。ママ分け、やろう、止まるな。見ただろ、王都スペルビアに攻め入るための船、武器、兵士、生きるのに精一杯な連中、実に滑稽な姿じゃないか。今じゃ世界のどこにもあんなものがうじゃうじゃある。今だけじゃねえで、500年前からちっとも変わってねえ。そりゃ親父も見放すさ。はぁ、いいえ、変わってないのはあなた。父様は人間の抹殺なんて望んでない。なら俺たちはなぜ存在する。おかしいだろ、俺たちはこいつらを消し去るためにこの世界に降誕したんだからな。これは奴のブレードからじゃない。まさか。めんどくせえから終わりにするぞ。よいっすね、同感です。君も！やっと！貴様！こっちだよ！ニャ！トラ！くそー！やめろ、レックス！今は無理じゃ！レックス！女を殴るのはいい気はしねえな。切り刻んでおいてよく言うよ。ね、渡さねえぞ。くっ、領域外からの攻撃か。バータムさん。あの王道でもね、そんな位置からの豆鉄砲、いくら撃ったところで当たりっこしませんよ。そんなことは百も承知だ。いいか、レックス、ブレードの武器にはな、こういう使い方もある。貴様、まさか。武器に残ったエネルギーを直接体内に。こうすりゃエーテルの流れなんかは関係ねえってわけだ。どりゃあ！逃げろ、ホムラを連れてさっさと逃げやがれ。そんなことできるわけないだろう。レックさん、死なないんだろう、死ねないんだろう。だからこんなところにいるんじゃねえ。生きて、生き延びて、
楽園に行くんだ。行かせねえよ。終わりだ。イカレックス、お前の戦を戦え。やれやれ、とんだ茶番だ。レックス、よくもバンダムさんを、バンダムさんを。ダメ、逃げて。鬱陶しいぞ、小僧。こんなところで。レックス、兄貴。こんなところで。消し飛べ。物になったからって何だってんだ。バカ野郎、上だ。よしずね、光だって。ホムラ、その姿。私がホムラじゃない。私は光、ホムラは私が作り出したもう一つの人格。人格って。よそ見しない。ああ集中して。君が集中してくれないと私から力を渡せない。バカだ。僕の力がまるで役に立たない。どこからあれだけの力を。足りねえだ。あいつの力の源はエーテルじゃねえ。エーテルじゃない。その姿いいぜ光、高鳴ってきた。行くわよ。これは因果律予測。因果律、未来に起こる出来事を視覚化してるの。彼らの動きの軌跡、その先を読んで反撃して。わかった。バカだ。避けられるはずか。気をそらすな。続けてくるぞ。隙だらけだぞ。明らかが。なんなんだこいつらの連携は。これじゃ対処もしようがない。これが天の聖杯の本当の力だ。懐かしいぜ。待ってたんだよ、この時をずっと。なあ、光！
いや！ただのブレイドではない。あれは見よ。私はもう縛られない。過去にも真にもブレイドである自分にも。ブレイド、これは自由でいいんだ。わがままでいいんだよね、レックス。そうじゃなきゃ、きっと生きてる意味なんてない。教えてくれてありがとう。大好きだよ、レックス。俺も大好きだ、ニア。え？ニアのことも、みんなのことも。だから、もう絶対に立ち止まらない。戦うのだ。誰だ。お前は戦い続けるのだ。お前以外の者のために。そんなの当たり前だ。でー、思い焦がれていた。お前のような者が来ることを。
私はアデル、この世にあらざる者。その声、さっきの。少年よ、名は？レックス、ここ来たことある。楽園だって言ってた。その木の下に立っていたんだ、ホムラが。少し寂しそうだった。そうか、礼を言わないといけないな。礼？この光景は君が私に見せてくれているものだ。私はここを訪れたことがない。いつかは行きたいと望んだが、それは叶わなかった。そうなんだ。俺もまださ、まだ届かない。綺麗なところだな。うん、レックス、君の望むものは？富か、力か、牽制か。そういうのってよくわかんないな。でも力は欲しい。力を？守れる力を。何を守りたい？いっぱいあるな。じっちゃんやニアやトラや矢崎村のみんな、そしてホムラとヒカリも。欲張りだな、君は。紹介のみんなによく言われるよ。全てを守る必要なんてない。一人の人間にできることは限られている。だよね。だが君にしかできないこともある。俺にしかできない。彼女の全てを受け入れることさ。彼女は恐れているんだ、自らの力、運命。そして私も恐れた天の聖杯の真の力。君が本当に守りたいと思うもの、そのために君は戦え。ブレイドは人と共にある。彼女が抱く恐れの全てを君が受け入れた時、君は誠のドライバーとなれるはずだ。レックス、レックス、どうしたんだよ。敵が消えたと思ったらずっと黙ったままで。ああ、大丈夫、何でもないよ。これが第三の剣か。天の聖杯の剣が。なんでも、なんでボロボロになったも。すでにその芯が朽ち果てていたのか。なんちゅうこっちゃ、何のためにここまで来たんや。いいんだ。よかないだろ、あの子の本当の剣がなくなったんだぞ。本当に必要なのは
剣なんかじゃないってことさ。え？大丈夫、俺もう負けないよ。行こう、ホムラとヒカリを助けに。レックス、けどさ。信じて、俺を。レックス、どうやら何かを掴んだようだな。我々には預かり知らぬが、そうなんだろう。信じよう、君の目はあの時と同じ色をしている。めんどくせえ力だな。ああ、それが取り柄なんでね。なんでこれって氷？まさかシン。その通り、これがこいつの本来の能力。いくらてめえの再生力がすごかろうと、物質の動きが停止する絶対零度かじゃ、クソの役にも立たんぜ。絶対零度だと？これで思う存分切り刻める。やるぜ、シン。レックス、うん、にゃ、暇はねえだろうが。メレフ、そのまま動くんやないで。残念だったな。チッ、花くらえですもん、うん、邪魔だ、うん、花、ドラ、うん、こんなところで倒れてたまるか。もういい、やめてレックス、私たちに関わらないで。そう、これが私たちの望み。私たちの力はレックスたちを苦しめるだけ。それならそんな力なくなった方がいい。楽園に行きたいって言いましたよね。私たちの本当の望みは楽園に行って父様に私たちの存在を消してもらうこと。それがこの世界のため。だから放っておいてくれればそれでいい。放っておけるかよ。傷を一つ受けるたびに君の痛みが伝わってくる。痛みが一つ増えるたびに君の心が泣いてるのがわかるんだ。なんだ、いよいよ頭がいっちまったか。目の前で女の子が泣いてるってのに、そんなの放っておけるわけないじゃないか。ここで私たちがいなくなっても、あなたはいつか楽園へと行ける。だから。それじゃあ意味がないんだ。俺は君と行きたいんだ、楽園に。君と二人で。約束だろ。俺は君のために楽園に行く。君一人だけのために楽園に行ってみせる。だから行こう。そして確かめよう、君が何のために生まれてきたのかを。俺たちと君の未来がどこに向かおうとしているのかを。俺を信じてほしい。俺は君のために二度と世界なんて焼かせない。だから君の全てを俺に、この俺にくれ。これが私たちの全て。私たちはこの力を与えられて生まれた。それでも君は、私たちが欲しい。なあ、この世界好きかい？ええ、ミアも、トラ君も、セイリュウさんも、みんながいるこの世界が大好き。
なら行こう。なんだと、これは。新しい剣だと。行くよ。ええ。楽しかったぜ、小僧。ミツ、もっと
早くお前に出会ってたならいろんな世界が見えたんだろうな。だがそれでも俺があんたのドライバーだったら、そうすれば気色悪いことを言うな。俺のドライバーはやつだ。それはそれで悪かねえ。レッツ、ようやく見つけたようだな、メレフ様。己の存在意義を。はい、正直羨ましいよ。ほとんどの人間はそれを見つけられないままその生涯を終える。私は見つけられるだろうか。もうあるやろ、アンさんは。それでもまだ足りん言うんやったら、それは次の世代に渡したらええ。そうだな、その通りだ。するにそこに行けばなんとかなるんやな。わかった、ゴソを下だね。急ごう。青龍さん、花ちゃん。ん？なんじゃと？そんなことできませんもん。お願いします、二人にしか頼めないことだから。でも花ちゃん、約束ね。あれはお願い。
前さんは。崩壊を止めるためにはアイオーンに残された力を使って世界樹全体を消滅させるより他に方法はないわ。みんなはその脱出艇に乗って急いでここから離れて。残された力って、光、何考えてんだ。大丈夫だよね。世界中を何とかしたら帰ってくるよね。待ってて、俺もそっちに行く。くそ、ワイヤーが足りない。そうだ、花、花。ダメですもん。できませんもん。できないってなんで。約束なんですもん。光、レックスが必ず花を頼るもって、絶対手を貸しちゃダメもって。なんでそんなこと。頼む、お願いだ。俺をあっちへ連れて行ってくれるだけでいいんだ。そしたらみんなはここを。レックス、ちょっとだけ、ほら、あそこに行くだけでいいから。レックス。じっちゃん。男なら背を向ける覚悟も必要じゃ。なんで、なんで。あの子の願いを叶えてやれ。じっちゃん、もういつまでも子供じゃおれへんで。惚れた女の気持ち受け止めてやらんかい。それが大人になるっちゅうことや。レックス、君たちとの出会いに礼を言いたい。
コアクリスタルが。もう一人で大丈夫だね。光、初めまして、そしてよろしくね。しっくりくるわい。じいちゃん、降りるぞ。
な、しっかり捕まっとれ。亀裂を越えるぞ。アルスたちが大地となっていく。そうか、これが神、いや、クラウスという男が語っていた世界の再生。やっと届いたね。Of eternity.
Thank you.